今年3月に行われる西宮市長選挙に立候補を表明している現職の石井市長が、きょう2期目に向けた政策を発表しました。無所属での立候補を表明している現職の石井敏郎市長はきょう会見を開き、2期目に向けた政策を発表しました。会見で石井市長は、来年度に待機児童ゼロをほぼ達成する見込みなど1期目の実績を強調した上で、2期目の目玉公約として所得制限なしで18歳までの医療費無償化を挙げました。財源的な裏付けみたいなものはあるんでしょうか。どこをどう付け替えてというよりかはですね、全体的な予算として作り上げるということですので、はい、できると思っています。西宮市長選挙にはすでに元兵庫県議の増山誠さんも日本維新の会公認で立候補を表明しています。